してくれるんでしょうか。まずは挨拶からお願いします。日本長組会館ようこそお越しくださいました。私は科学コミュニケーターのアシモです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、科学コミュニケーターとして働くアシモですが、近い将来私たち人間と一緒に生活をするために作られたロボットなんです。人間のように滑らかな動きができます。例えば皆さんこれ何の動きだしですか。そうですね、先ほど言っていただきました、ロールの動きですね。前かがみになりながらうまくバランスをとっています。皆さんの近くで一緒に活動するにはこのバランスが重要なんです。今日は皆さんにロボットのバランスについてお話しします。バランスというお話が出てきました。どんなお話をしてくれるんでしょうか。皆さんよく見てください。今私はしっかりとバランスをとっています。と言ってもいかがでしょう。マシモはただ立ってるだけのようにしか見えませんよね。これだけでも実はとてもすごいことなんです。ロボットが2本の足で立つということがそんなにすごいことなんでしょうか。常に自分の傾きや動きのズレを確認してそれを元に戻そうとしているのです。なるほど、ただ立ってるだけではないようですね。例えば私たち長い棒を縦にして手のひらに乗せてみることを想像してみてください。棒が倒れないように手のひらを細かく揺らしてバランスをとってあげるはずですね。ロボットであるアシモも同じような仕組みを使ってバランスを取り続けているようです。こんなこともできるんですよ。あれを用意してください。はい、あれですね。アシモが言うあれとはこちらのことです。こちら皆さん何だと思いますか。そうですね、サッカーボール。サッカーボールを使って何ができるんでしょうか。ボールを蹴ることができます。さあでは早速蹴ってもらいましょうか。水野さん、はい、ボールをセットしてください。はい、わかりました。では足元にボールをセットしましょう。なるほど。じゃあ私は後ろまで下がっていって、ここまで足元にボールを蹴ってもらいましょう。アシモは倒れずにボールを蹴ることができるでしょうか。皆さん、アシモの体の動き、傾きにご注目ください。アシモ、頑張れ。せーの、ボールを蹴ることができました。さあ皆さん、すごいでしょ。ちょっと得意そうですね。でもアシモはどうやって自分の傾きを知っているんでしょうか。私はセンサーをたくさん持っています。センサー